俺の名前はシェイプ、ネパール人だ。そして俺は世界一高い山、エベレストの麓に住んでいる。また登頂挑戦者かよ。中途半端な気持ちで登らないでもらいたいね。エベレストの過酷さから途中で離脱する人間も少なくない。それなりの覚悟を持って挑んでほしい。これが俺の持論だった。その時だった。とあるアジア人がやってきた。おお、高いな。これがエベレストか。今度はアジア系か。あんなヒョロヒョロで。けれど、彼の目はとても輝いていた。あんた、シェルパーだっけ？案内人の方？俺はノブ、よろしくな。ああ、まあそんな感じだ。俺は村の待機組だけどな。エベレストは過酷だ。あんた、よくそんなお気楽な感じで挑めるな。習慣みたいなもんだよ。昔の恋人の影響で登山続けたらこうなっちまった。まあ、なんかあったら助けてくれ。そうならないように頑張るけどね。随分と明るいやつだな。あいつ、確か日本で有名な登山家らしいぞ。マナスルの単独登頂もやったらしい。なんでも元引きこもりだとかで、テレビにもよく出てるらしい。引きこもりでね。やるじゃん。俺自身、もともと学校も好きじゃない引きこもり気質であり、今でも他人が苦手だったから、彼のあのキラキラは、ほんの少しだけ羨ましかった。ただ、彼の経歴には少しだけ思うところがあった。世界8位のマナスルの単独登頂をしたとされているが、定義からは外れていた。たぶん、分かってねえな、あいつ。単独登頂ってのは、設置されてるロープを使ったり、既存のキャンプ場を使っちゃダメなんだよ。まあ、やっぱりこんなもんだよな。そして、そんな彼のエベレストの挑戦もまた、中途半端な形で終わっていた。降りてきたのか。思ったより過酷でね。頂上までは断念したよ。俺は登頂ができないままヘラヘラしている彼にさらなる憤りを感じた。ちょっとだけでも彼の輝きを羨ましいと思った自分を恥じた。あんたな、中途半端な気持ちじゃこの山は登れないんだよ。結局あんたも他の半端な登山家と同じってことさ。そうかもしれないな。まあでもまた来るよ。彼は自分に絶望もしていなかったし、諦めてもいない風だった。どうせいつか音を上げるさ。けれど彼の活動は想像以上に広がっていた。こちらダウラギリの景色です。ご覧ください。ネット配信で登山の風景を撮影してるのか。あの日本人、また来るのかな。どうなんだろうね。でも、引きこもりってところを売りに、いろんな人に勇気を与えてるんだろ。立派なことじゃないか。俺はあいつ好きだぜ。次来たらサポートに回るつもりだ。日本のこと、たくさん聞きたいしね。いや、それがよ、詳しく調べたんだよ。そしたらよ、こいつ、引きこもりでもニートでもなかったよ。そういう設定でテレビで紹介されていただけだってよ。はあ？なんでそんなことわざわざ。俺には理解できんが、有名になるためじゃないか。話題作りというかな。ネット配信だって自分の顔を売りたいだけだろ。俺には理解できないね。それからしばらくして再びノブはやってきた。いやあ、久しぶり。お前、結局他の山も完全登頂しないまま断念してること多いだろ。そんな半端な気持ちで。まあまあ、何事も挑戦だって。今度こそやってみせるよ。大丈夫、今度は俺がサポートに回るしさ。他の登山家からも彼評判がいいんだ。きっと今度こそ登頂できるって。たく、まあ天がそう言うなら後悔するなよ。彼は一流の登山家になる。俺はそう信じてるさ。そう言って彼らはエベレストを登っていった。一流ね。どうなんだろう。実際彼の登山の場数は多い一方で、中断歴も多かったため 3.5 流と評されることもあったという。それからしばらくしてだった。帰ってきたか。ノブのチームは下山していた。とてもじゃないが登頂した雰囲気には見えなかった。そしてそこに俺の友人のテンはいなかった。
そんな、俺はノブを問い詰めた。ペンはどうしたんだ？おい！彼は事故で亡くなった。助けられなかった。すまない。嘘だろ。おい、俺は彼を一瞬だけでも責めてやりたい衝動に駆られたけれど、エベレストの登頂は過酷でリスクも高い。どれだけ気をつけても事故は起きてしまう。だから事故死は仕方がない要素も大きい。しかし彼の心の傷は大きいと踏んでいた俺は、さすがにもうあいつ来ねえか、そういう風に予想していた。ただ彼は諦めなかった。またエベレストにやってきた。あんたか。また来たよ。よろしく頼む。あんた、正直言っていいか、不安でしかない。あんたの動向はネットで追いかけていた。死者パンマの登頂も果たせなかったんだろう。なぜまた来たんだ。行ってくれ。彼はそう言うと山を登り始めた。そして今回も途中で断念となった。噂では彼専属のカメラマンも登山中に脳の出血で亡くなったらしい。ノブ、さすがにもう無理だろうと思った。しかし彼はまたやってきた。そのうつろな瞳には信念というより一種の執着を感じさせた。もう俺は彼の気功にかける言葉が見つからなかった。何が何でも登らなきゃ、登らなきゃ。その数日後の夜、待機組の俺のところに嫌な連絡が入った。救助要請？自力で降りられないってことか。何があった？とにかくヘリを頼む。ノブさんが大変だ。ヘリで俺も同行すると、ノブ一行は約7000メートルの地点で断念していた。一体何が？しかもこんなに高くなるまで。後から知った話だが、彼は前回の登山で膝を故障しており、万全の状態じゃなかったんだ。行けると思ったんだけどな。彼の指は凍傷がひどく、とても登山が続けられる様子じゃなかった。いや、これならひどくなる前に下山を決意できたはず。6000メートルくらいでかな。気づいたんだけど、引くに引けなくてね。だってさ、その彼の登山強行が今回の事態を招いた。みんな応援してくれてるんだ。やらない選択肢はなかったんだよ、ノブ。その後彼はヘリで病院に搬送され、右手親指以外の9本の指を失った。あれから2年が経った。登山で指がないというのは致命的だ。ロープも握れないし、崖もつかめない。さすがにもう無理。彼は俺の予想を上回っていた。彼は世界12位の山、ブロードピークを登頂していた。あの指で？嘘だろ。それからも指がない状態でノブは何度もエベレストに挑戦した。それでも登頂に至ることはなかったが、彼は諦めなかった。彼は時折自信がなさそうな顔を浮かべることもあった。またダメだったよ。諦めるのか？まさか。でも時々もう難しいんじゃないかなって思う時もあるかな。あんたはよく頑張ってる。普通は 2,3 回で断念するよ。7回もやってるんだ。いつかできるさ。ありがとう。中途半端だと見下していたが、俺はいつしか彼を心から応援していた。そして彼は8度目の挑戦に向かった。今度またダメだったら、その時はこのシチューでも振る舞ってやるか。その時だった。おい、大変だ。あの日本人と連絡がつかなくなった。なんだって？彼の捜索をしたところ、彼は転落し亡くなっていた。低体温状態で動けなかっただろうか。これ確かルート的には最も難しいルートで登っていたはずだ。なんでそんな。配信だよ。え？これは俺の想像だが、彼はネット配信、さまざまな動画に出演していた。いろいろな人のヒーローになっていた。表彰もされていた。後に
聞けなかったんだろう。そんな、彼の真意はわからない。実際様々な人の支えになっていたのだろう。けれど本当の彼の気持ちに寄り添える人はいたのだろうか。俺はその一人になれなかったのだろうか。ただ俺はそれだけを悔やんでいる。